その桓武平氏と伊勢平氏はじゃあ違う一族なんですかっていうと、微妙やな。ちなみにその平将門と桓武平氏の方ね、で、まあ、平安京都の桓武というのが作ったし、平氏の首都やね。ね、で、鴨の宮。要するに、なんで徳川などの鴨大王、熊襲大王の土地である、要するに京都盆地のことね。あっこになんで平家があって。なんだかって言ったら、カルディア王家やったからね。ね、桓武平氏は。っていうのはね、基本ペルシャって本当はね、その王様なんておったらあかんものなんですよ。じゃあ誰をしてて何だったんかっていうことはまあちょっと置いといて、ね、ペルシャ王朝、まあ、ササン朝とかアケメネス朝とかの話ですけどね。あ、じゃああれは本当は皇帝とか王とか大王じゃなくて、なんか本当は別の役職名で、それをそういうふうに翻訳してるだけっていう、まあ、つつらそうなんですけど、ね。ただ、まあ、皇帝とかの語源にはなってるね。要するに、シャー。例えば、最近もシャーパーレビっていたあったでしょ？まあ、ハメネイの前はホメネイシね。で、その前はペルシャ王国だったから、シャーパーレビっておったわけ。ね。で、まあ、カエサルとかシーザーとかもね、カイザーとかの語源やから。ね。それまあ置いといて、なんでシャアなんですか？ シャア、どうやらシャアが、まあ置いといて。で、あ、そうそう、あとツァーリーとかもね、語源やからね。で、結局、あれスメラミコトとかの語源でもあんねんけど、ね。スメラってうちのことやけどね。だから、うちのパロディーの赤い彗星シャアっていう男性は、ね、富野さんも物の部やから、古谷と並ぶ、ね、富野家、ね、富家、古家、富家、ね。じ、いえさ。やる気なくなった。そんなことないよね。力抜けてないと思うから、続けて言うけど、ね。結局、まあ、物の部のね、政治部門が、蘇我っていうざっくりとした言い方もあるわけなんですよね。で、まとみ系はだから、蘇我にぴったり寄り添った。ね。出雲の方で。で、古系の方は、要するに、まあ、長野県にぴったり寄り添ったってべきかな。じゃあ、わかりやすい説明だったと。ちゅうな感じですかね。で、あ、そうそう、まあ、とりあえずここで一旦置いといて。